はい、こんにちは。日本改革党靴沢良治でございます。参院選挙東京選挙区に立候補中であります。東京の方は私の政策がいいなって思ったら投票よろしくお願いします。ビオラ紫様、お手紙いただきました。東梁様、チンクエ様、レフト様、トキコ様、山梨様、はっちゃん様、みちこ様、秀則様、すみえ様、ステルトン様、津島陽子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。ご支援はですね、一旦政治団体に入りますんで大丈夫なんですけれども、選挙中にですね、街頭でポカリや冷えピタなんかの物品をもらうのは公職選挙法139条があれがあれだそうです。139条であれがあれだそうなんで、物品についてはお気持ちだけありがたく頂戴いたします。送っていただけるのは構いません。選挙活動の街頭で、なんか物もらうのはダメなんだって。サイダーとかジュースとかでもダメだそうなんですよ、139条で。なんかね、なのでありがたくお気持ちだけ、伺います。ご支援、現金のご寄付なんかは一旦政治団体に入りますんで大丈夫だそうであります。どういう理屈なんだかさっぱりわかんないですけど、気象庁梅雨明けたかもしれない。今年の6月下旬はここ100年で一番暑いそうであります。今日の東京の気温なんですけれども、こちらの通り、世田谷立川38度、練馬39度。練馬って暑かったんだ。なんか盆地の八王子あたりの方が暑いような気がするんですけど、そうでもないんですね。東京消防庁、26日15時までに熱中症の疑いで93人を救急搬送した、救急車ですね。我慢せずに冷房を使用してください、我慢しないでくださいというようなですね、お触れを出しました。経産省、電力逼迫につき東電管内はできる限りの節電を。言ってること逆ですね。冷房は我慢せずに使用してください。政府は節電を、ネットなんです。我慢しろって言ったり我慢するなと言ったり、この暑さで節電は無理。原発反対派はエアコン禁止で、エアコンは生命維持装置だぞ。高齢者は冷房が関節に響くから嫌いな人多い。私もそんな感じ。貧血でして、実は、こんなに真っ黒に日焼けしてるのにあれって思うかもしれないですけど、柄じゃないとも言われますけど貧血なんですよ。なもんで肺がんの手術中とか検査の時にですね、指にこうプチってやるオキシメーターですか、酸素の血中飽和度を測る機械、あれが反応しなくてね、貧血でなかなか感知しないので、ちょっとした騒ぎになってみたり、麻酔中にね、それがですね、反応しないと医者は焦るよねテレビ消せ、エアコンは普通に使え、なんで命より2000ポイントなんだよ。なんか節電したら2000円あげますみたいなことを政府が始めたみたいなんですけど、節電のため24度セット A を26度にした普段が冷やしすぎなんじゃないかって気がしますけど、原発再稼働するかしないかの我慢比べが始まった。誰が何と言おうとまずは自分の命、真面目な高齢者が節電して倒れる一方で、節電を呼びかけるテレビ局は冷房ガンガンと。あとですね、東京大規模停電起こってですね、何百人か亡くならないとあれじゃねえの、原発再稼働って話にならねえんじゃねえのっていう意見もありました。まあ不謹慎ですけどね。試験ですけど、選挙カーのアナウンスに原発稼働で電気代半分とかさ、原発稼働で
熱中症撲滅とかさ、それも追加しようかな。時節柄ね、タイミングよく自分で喋って録音して撮ってますんで、まあ、すぐ変えられるのでね。実はプロの人にですね、それっぽいの注文して作ってもらったんですけれども、まあまあお願いに参りましたみたいな、よくあるパターンのね、録音、それ使うのやめました。なんか同じようだなと思いまして、で今はですね、9条廃止核武装っていうような威勢のいいアナウンス使っております。節電にはテレビを消すのが一番いいっす。見てても変な情報ばっかだし有害です。テレビ消して冷房は普通に使う、これが賢い行いであります。私のおば、父の弟の嫁さんはですね、熱中症で実は亡くなりました。ちょっと半分認知症だったらしいんですけれども、それがね、真夏に炎天下縁側で日向ぼっこしちゃったらしくてね、亡くなるまで、まあ病院に担ぎ込まれて亡くなるまで2日ぐらいかかったんですけれども、亡くなっちゃいました。高齢者は体のセンサーが鈍ってて、暑い寒いが分かりにくくなってるせいだそうであります。おばあもちょっと半分認知症入ってたっていうから、それでますます分かんなくなっちゃって、ああ気持ちいいなーなんつって、炎天下日向ぼっこしちゃったんでしょうか。銭湯で熱いお湯にじーっと使って平気な頑固じじいっていう話がよく出てきますけれども、まあ熱い寒いが分かりにくくなってる、私は若い時よりも尿を我慢できる時間が短くなりました。膀胱に結構溜まんないと溜まった感じがしなくなって気がつかない、現象だそうであります。これがもっと進行するとですね、漏らす直前にやっとおしっこしたいなって思うようになるのかな。今から恐怖を感じております。義理の一個がですね、実は漏らす子で、おしっこしたいって言った時点でもう抜き差しならない状況で、親が結構しょっちゅう慌てておりました。しょっちゅう漏らすその孫に対して、おばあちゃん、実のおばあちゃんが言った言葉はですね、チンポコボコれるんだわだねえなあって、まあ、ひどく聞こえるのはですね、鉛のせいです。悪気ありません。実の孫に、向かってですね、ほらいわきはすげえ鉛ってるからひどく聞こえますけどね、チンポコボッコレデンだわって言ったのがですね、未だに覚えております。財務省の犬の岸田総理、節電ポイントばらまきます。いや、初めから原発動かして電気代下げるとか、再エネ徴収のやめたりしろっつーのね、高いばっかの電気代ね。あと電力に余裕ねえからこういうことになってんだから、そもそも節電呼びかけないように余裕持ったエネルギー政策やってればよかったねえねえの。財務省は一旦取れるだけ取ってですね、自分の権限でばらまきたいんであります。その方がなんか権力増えたような気がすっからね、大バカ者。最初から取らないっていう選択肢がないんだな、財務省と財務省の犬の岸田はね。ですんでね、決して減税はしません。それどころか増税しようとしてやがります。それが岸田の正体。多めに取っといて自分の権限でばらまきたいっていう幼稚なね、権力欲に駆られてる財務省のバカ者ども、自分の子供とか孫も重税に苦しむのに本当にバカな連中であります、財務省のバカどもね。西村智奈美立憲幹事長、反撃能力を行使すればさらに大きな反撃されるとして、反撃能力獲得に反対、やられっぱなしでいるっていうのかよって炎上してました。シーカズを、軍拡よりも暮らしが大事なんて言っちゃって、国家あっての暮らしだろうがと炎上しておりました。国家をなくしたら暮らしもクソもねえ、生命も財産も行動の自由も自分の思い通りになんでくなっちゃうよ、ウイグルやチベット見てそれがわかんねえのかシーカズは、いう話でね。相変わらず共産員をや立憲は選挙活動でも選挙の活動中でもバーカなこと言ってるらしいんですけど、どうせ支持者向けのご機嫌取りに過ぎないんで、まあどうでもいいんですけどね。政権与党自民党の幹事長が大バカだったと判明しました。これは大きいな、ショックだな。茂木幹事長、
消費税減税なら年金3割減になるとテレビ番組で発言して大いにバカにされておりました。ネットの話、脅しか脅しなのか。消費税上げても年金は上がらなかっただろうが、税金と年金関係なくね、別会計で運用してんだけど、それは嘘で脅迫、ひどいな本当。どういう理屈だよ。消費税ゼロだった時も年金はあっただろうが、上げても増えないんだから関係ないっしょ、論破されておりました。たちまちね、年金基金の運用はですね、政府は口出しできないことになっております。法律で完全に別会計別問題であります。税金と年金はね、茂木ってこんなバカで無知だったんだ、よくあの派閥の長なんてやってられるよな、茂木派なんつってな、まあ呆れちゃいますね。財務省の誰に吹き込まれたんだか知りませんけど、政権与党の幹事長がこんなにも大バカ、何にもしんねえとは、本気であの帝国の未来が心配になってきた。やっべ、政治家は支持者のレベルの平均値って言うけども、ちっともね、もうちっと有権者全体の質が上がんないとどうにもなんない問題かもしれませんね、これね。テレビだけの情報とか知ってる人に聞いたものが全てとか、そういう状況が続くとね、靴沢のレベルは視聴者の皆さんの平均値と考えるとですね、視聴者の皆さんの知的レベルは相当高いですね。まあ分かりにくく自画自賛しておるんですけれども、今私は、どういう理屈で自画自賛しているのかお分かりでしょうか。まあ分かりますよね。というわけで明日からまた選挙活動頑張ります。皆様ご支持応援よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。